こんにちは、松原美里です。どうも、こんばんは。ご飯食べました？ねえ、私はさっき帰ってきたんですけども、もうすでにお腹が空いたので、レタス巻きを食べました。あのね、お肉をちょっとしょっぱいやつなんですけど、レタスの中にこう巻いて食べるっていうすごいヘルシーなやつですね。やっぱり人はお腹が空いた時に食べるのが一番いいのかなっていうのが最近の私の気づきです。はい。で、今日はですね、担任同士の気持ちを揃えるコミュニケーションということでお話をしていこうかなと思っています。私がお話しするテーマは、子供のために大人が素敵な背中を見せるっていうことをテーマにして、できれば保育士さんもそうですし、子供に関わる保護者だったり、いろんな大人が子供のことを考えて、いい社会を作っていけるような、そんな流れを作っていきたいなと思って、こちらで梅チャンネルを配信をしています。で、こちら、そうですね、2月の最後から始めて、3月毎週行って、で、今月に入って4月もだいたい毎週行って、で、今月もやっていくんですけれども、一応1時間という持ち時間の中で、テーマを決めて、で、この中で、本当は私は今まで、ここ数年、4年ぐらいですかね、自分で自己主催で講座をやってきて、その中でお話をしてきた内容がいろいろあるんですけれども、で今、それを講座の中でなかなかお話をする機会がなかったり、自分で主催する回数が減ってきたりしているので、こういったこう公共の電波を借りて、皆さんにお届けしながら、あ、こういうこともあるんだなっていうことにこうちょっと耳を傾けていただけたり、視野がちょっとだけ広がったり、あとは保育士の先生がこういった YouTube、Ustream ですね。Ustream をこの後私録画をして、ね、自分のホームページなんかにも貼り付けていくようにしようと思っているので、現場で立ち止まってちょっと考えてしまったり、悩んでしまった時に、この動画に立ち返ることによって、あ、そうだったって思い返して、また保育のお仕事にこうやりがいを取り戻していくような、そんな時間になったらいいなって思っています。はい。そんなわけで、今日、ちなみにこのカメラ、パソコンについているカメラを使っているので、ちょっと画質が、荒いのか暗いのか、これ、ハイにしてみたんですけども、ハイにするとどうなるんですかね。ハイにするともしかすると、細かくなるのかと思ったら、暗さは一緒でしたね。そんなわけで、やっぱり、ミドルでやりたいと思います。はい。で、そうですね、今日の担任同士のコミュニケーションっていうところ、保育園の先生しか関係ないんじゃないんですかって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですけども、ちょっと待ってください。実は保護者の皆さんにも、なんだかんだ実は関わりがあるテーマなんですよっていうところ、お話をちょっとしていきますね。はい。どうでしょう。皆さんは子供を預ける保護者だとします。で、子供は保育園に預けて自分たちはお仕事に行くっていう立場なわけだとしますね。そんな時に、こう、新しいクラス、だいたい4月からスタートして、1ヶ月経つと、クラスにだんだん慣れてくるわけなんですね。で、それまでの中で新しい先生と子供もコミュニケーションを取っていきますし、保護者もコミュニケーションを取って、例えば提出物、このお手紙いつまでに、書いて提出しますよとか、あるいは保護者がお家から持ってくるものがあるとして、そんな時に、あ、先生これってこういうものじゃダメなんですかとか、こう書いてあるもの、なんかおにぎりじゃなきゃダメって書いてあるんですけど、サンドイッチじゃダメなんですかとか、なんかこう質問があったりすることってあると思うんですよね。で、そんな時にこういろいろ質問していくと、例えば新しい先生、あ、これはこれでいいと思うんですけど、でも、あーっていうふうに詰まってしまったりして、で、あ、どうしてダメなんですかって聞いたときに、それは、あーって言って、チラッて先輩の保育士を見たときに、先輩が、えって顔して、つかつかつかってきて、もうあなたあっち行ってて、あ、お母さんこれはですね、あ、こういった事情がありまして、当園ではこのようにしてるんですよ、ってお話をしてしまうような場面、例えばあるとします。これ結構若手の先生と一緒に組んでいる、こう中堅だったりベテランの先生がよく取りがちな
態度だったりするんですけれども、まあ、つまり若手の先生にはそこまでこう判断がしかねる場面、よくわからないけれども適当なことも言えないし、どうしたらいいんだろうって思ってるところに保護者に突っ込まれてしまうっていう時に、保護者はやっぱり今聞いておかないと後でわかんないから困っちゃうから、だから今聞きたいわけなんですけれども、でも聞かれれば聞かれるほどわかんなくなって、こういうふうになってしまう人も中にはいて、でそういう時にこうベテランにはすごくこう聞きやすいけれども、若い先生に聞きにくいわとか、あるいはベテランの先生がそういった若い先生の姿勢を見ていて、もうあなた答えなくていいわ、難しいことは私に全部振ってもらえたら私が答えるからっていうような場面があったり、これちょっと最近聞いたお話なんですけれども、保護者対応で大事なお話とか子どもに関するエピソードの共有に関しては、もう若手の先生、新しく入った先生は話をしてはいけませんというふうに言われている園もあるそうなんです。で、そういう大事なお話とかおいしいお話はベテランに譲らなくてはいけないので、自分は保護者と会った時に何を話していいのかわからない、そういう時何話したらいいんでしょう、ネタがなくてっていうふうに相談されてしまったっていうエピソードを聞いたことがあるんですけれども、それはおそらくですね、何を答えていい、まあ多分あまり曖昧なことを言われてしまっても園として、まあ、責任が取れないというか、どうしていいかわからなくなってしまうので、なので一応ベテランにこうバトンタッチして話をするようにしましょうって、ちょっと落ち着いてあなたが責任を持って話ができるようになるまでは私がそこを担いますよっていうことだと思うんですけれども、それ言われてしまった新人とか若手の先生にしてみると、私は信頼されてないんじゃないだろうか、こうなんか頼りにされてないんじゃないだろうか、余計なこと言っちゃいけないんじゃないだろうかっていうふうに不安に思ってしまうっていうお話も聞いています。はい。で、一方で保護者の方にちょっと視点を戻しますとね、分かんなくて聞いてるんですけれども、聞けば聞くほどに先生が涙目になってしまったりして、なんかこう次に会った時に、おはようございます先生、あって声かけた時にビクッとされてしまう、あどうしよう、また聞かれるんじゃないだろうかって多分先生の方は身構えるんですけど、保護者の方は、あ私この間ちょっと聞きすぎたかな、あもしかして私モンペになってる、えまさかモンスターだと思われてちょっと距離置かれてるのかしら、いや困ったな、別にモンペでも何でもなくて、ちょっと分かんないことあるだけなんだけどな、参ったな、レッテル貼られちゃったかなっていうふうに思う人も中にはいるんですよね。でこれは非常に残念なことで、保護者もただ聞きたいだけで、例えば若手の先生の方にしてみればちょっとこう不安になってしまって対応する自信がなくなってしまっただけだったりするんですよね。でこれはどうやったら解消できるのかっていうと、おそらく若手の先生はいきなり一人で担任を持つというよりは、例えば複数担任でちょっとベテランの先生と一緒に組ませてもらうことがあったり、あるいは正規で若い先生が一人いて非常勤の先生でベテランの先生がついていたりとか、あるいは3、4、5歳っていうのは大体、まあ、1人担任2人担任とかっていうので子どものできることが増えてくる年齢なので先生の人数が少なくなってくるんですけれども、とはいえ幼児グループの先生同士の話をする場面だったり、そんなふうにこう担任している中でも相談ができる部分っていうのはあるはずなんですよね。でそういう時にベテランの先生に知恵を拝借していったり教えてもらう中で、あこうやればいいのかっていうふうな筋を見つけていったり、あるいはやり方を真似させてもらって、あこうやって話をしていけばいいのか、対応していけばいいのかっていうふうに学ばせてもらって大きくなっていくっていう、そういうことができるとだんだんこう新人若手なところから経験もだんだん積んできて、だんだん自信もついてきてっていうふうになっていく、いい階段が上っていけるんじゃないかなというふうに思うんです。ところがです、はい、なかなかそうもいかない事情もあるようで、保育園に勤めている人で結構ね、
まあ、人間関係とまでは言わないけれども、なんだかんだ言って先生同士のやり取りで結構モヤっとすること多いんですよねっておっしゃる先生が多いんですね。で、それは何かっていうと、実は先生によってその価値判断の基準が違っている。ある先生はここではいいって言ったけれども、それを見て、じゃあ例えば、まあ、そうですね、まあ、私も実際にあったことなんですけれども、砂遊びをしてもいいっていうふうに言われていたので、あ、いいんだろうと思って子供と一緒に遊んでました。そしたら、先生、今の時間は砂遊びしないで。え、ダメなんですか？いい時間とダメな時間があるんですか？当たり前でしょ？見てたらわかるでしょ？見ててもわかんないから今やっちゃったんですけど。感じて、気づいて、そこは自分で考えるところでしょ？って言われちゃうんですよ。で、そう言われちゃうと、わかんなかったら聞いてって言われたのに、聞いたら自分で考えてって言われるわけなんですよ。参ったな。聞くに聞けないし、うーんって思ってると、先生、なんでそこで勝手な判断したの？あなたの勝手な判断のせいで縁が統一性が問われちゃうのよ。もうあの縁はあの先生にはこう言われたけど、この先生にこう言われたって言われちゃうの。あなたのせいよって。だからわかんないことあったら聞いてって言ったじゃない。いや、だってこの間聞いたら、何でもかんでも聞かないで自分で考えろって言ったじゃないですか。でね、これは口で言えないですよ。でも心の中で思うんですね。で、こういうことが積もり積もっていくと、聞きたいけど聞けない。あ、どうすっかなーって。でもまたこれで自分が勝手な判断したって言われちゃっても困るしなーとかって、こう悩んでもやっとしてる間にも保育っていうのは日々進んでいくわけで、そういう中でもやっとしながら、どうしようかなって思いながら、このすっきりしない保育をしている先生って意外と多いです。で、ここには一緒に組んでる先生の価値観っていうのもありますし、その園全体の暗黙の了解っていうのも実はあるんですよ。保育園って日本中にものすごいたくさんあるわけなんですけれども、北海道から沖縄までいっぱいあるんですけれども、その土地柄っていうのもありますし、あるいはその地域の園もたくさんあるんですけど、公立の園だってどこ一つとして同じ園ってないんですよ。それは何でかっていうと、そこに勤めてきた先生たちが関わってきた子どもや保護者と一緒に作り上げてきた文化があるからなんです。例えばある事件がありました。まあ、それは保護者とのトラブルだったり、子どもとの怪我の事例だったりするかもしれないんですけれども。で、例えば、まあ、事件があって怪我をしてしまった子どもがいて、そこからどこどこで遊ぶことは禁止、こういう遊び方をしていたら危ないから止めるっていうことが、例えば園全体での決まり事になったとしますよね。けれども、他の園ではそういう事例がなくて、元気に遊んでいる子どもたちがいて、いろんなチャレンジから学んでいくことが大事だっていうふうに思ってるかもしれません。そしたら、同じ保育を学んできたものとして、入った園が違うだけで判断基準が全く違うってことがあるわけなんですよ。で、また今いろんな園から先生がこう転職してきたり、正規で勤めていた先生が結婚や妊娠を機に一旦現場を離れて、で、再就職するときにまた違う園に勤めるってこともあるわけですね。で、そしたら、前の園で関わってきた時の自分が正しいと思っている価値観と、新しい園に勤めた時のその園の暗黙の了解や培ってきた文化や背景がまた違うわけなんですよ。それぞれ違うので、そこでどんなことを大事にしているのか、その先生自身もどんな価値観のもとに保育をしているのかっていうのを、それぞれ知っていくことが必要になってきます。はい。実は私、保育園に勤めて、その後児童養護施設に勤めて、で、その後に自分の授業を、この梅花リレーションズっていう形で、コーチングっていうものを学んで、いろんな現場に関わる人や保護者の内側にある思いを、その先の子どもたちにつなげていくために、こういろんなことを学んだだけじゃなくて、自分の内側のあるものとどうつなげて生かしていったらいいのかってことを考えて、講座だったり
こういうグループセッションだったり、あるいはこういうマンツーマンのセッションっていうのを行っていく事業を立ち上げたんですけれども、まあ最初はね、なかなかうまくいかないんですよ。で、いろんなアルバイトしてました。で、その中の一つが保育士の派遣の登録をして、私自身が派遣の保育士として都内だったり横浜だったりのいろんな園に一日だけ行ってみたり、あとはイベントの保育のそういうところで勤めてみたり、あとは火曜日だけ美容室に行って美容室の託児の保育をやってみたりとか、いろんなことやったんですね。で、中には今東京とか都内を中心にすごい数が増えているとある株式会社の保育園に定期的に行っていたこともありますし、とにかくいろんな園を体験しました。で、その中でなんとなく分かったのは、保育の流れとか決まっていることっていうのはやっぱりあるんですよ。でもそれを担っていく現場によって、同じ株式会社系列の園であってもやり方が違います。社会福祉法人という一括りで決められないそれぞれの文化があります。そこには経営者の視点だったり価値観だったり育んできた大事な文化だったりっていうのがこうじわーっと土壌に根付いていて、そこから発せられる判断基準、子どもへの関わり方、文化っていうものがあるんですね。なので私結構これ癖になっちゃったんですけども、そこに例えば朝8時に出勤しますよね。で、8時から夕方4時とかまで働くようなそんな勤務だったんですけども、その中で現場に入ったらまずパッと空気読むんですね。で、私今この園の中でどういう立ち位置にいるんだろう、何を求められているんだろう、で、子どもたちとの距離感どのぐらいがいいんだろう、他の先生はどんなふうに関わってるんだろう。で、例えば1日だけの保育だったら、先生、私今日ここに入ってるんですけども、どんな立ち位置でどう子どもに関わったらいいですか、この園の中でどんなことが大事でどんなことがタブーですかっていうのを意識的に言語化して確認をしていました。はい、で、これをしないとうっかり地雷踏んだりするんですね。だって保護者の皆さんからしてみたら、たとえ一日だけであっても保育者なんですもん。大事な保護者の子供を預かる保育者なんですよ。ですので、その中の文化を共有するっていうことがまずは大事で、そんなわけで私自身その後梅花リレーションズの講師業と、またひょんなご縁をいただいて横浜の保育園の施設長をやらせてもらったんですけども、そこにもともと勤めていた先生たちと新しく採用した職員を育てていくっていうことと、その中でやっぱりいろんな出会いと別れがあるんですけれども、そこでよく多分分かってないんだろうなって、今困ってるんだろうなって思う先生がいた時に、先生、今ねこの園の中ではこういう価値観があって先生にはこれを求められているんですよ、ただ先生よく分かってないみたいで悩んでらっしゃるようなので、よかったら一緒にお話しませんかって言って、面談の時間を設けて、どんなこと悩んでました、それはね実はこういう背景があるんですよ、だから先生もしこんな場面があったら今度からこう関わってくださいねって、そんな風に話をしてフォローアップをすることで園の足並みを揃えていくっていうことをやってました、はい、で、そんなわけでやっぱり大事なのはその価値観を共有していくってことと、語り合ってすり合わせをしていくっていうことなんですよ、はい、というわけで、ここは私のお話をする上での背景のお話をさせてもらったんですけども、担任同士の価値観を共有するっていうところにもう一回立ち戻ると、今度は保育者の新人さん、中堅さん、ベテランさん、はたまた園長っていうクラスがいらっしゃいますね。で、それぞれ立ってる場所によって見え方が違うんですよ。私も施設長をやってみてすごく納得いきました。現場と全く視点が違うので、現場から噛みつかれる理由もわかるんです。昔私よく中堅の頃、児童養護の園長に、園長は全く分かってないですって、なんで現場のこと理解してくれないんですか、私は納得いきませんって言って食い下がったんですけども、それと同じことを私も中堅からやられました。
施設長、施設長は経営のことしか考えてませんよね。なんで子供のことこんなに私たち心配してるのに考えてくれないんですか?って言われました。で、あーって昔なんか言ったセリフだなって思ったんですけれども、そんな風に立ち位置違うと見え方違うので、改めて視点を確認していきましょう。はい。まず、新人さんの立場から見ていくと、新人さんって多分4月から入ったか、もしくは年度末ぐらいから新しい職員として入ったかっていう形になると思うんですけれども、まあ、まずね、園のルール以前に、保育って勉強してきたけど、保育士試験を通ってきたか、学校の勉強を通ってきたか、それは人それぞれなんですけども、まずは知識がここにあるんですね。で、ポンポンポンって知識があって、じゃあ、これでいけるかと思って現場に入るんですけど、意外とね、勉強してきたことって、まずは一旦横に置いての世界なんですよ。まずは、動ける動けないっていう世界の中で、子供を見て、どう自分が判断をして関わっていくかっていう、その、見る、判断する、動く、この三連携ですね。これが問われるんですね。なので、まあ、わかんないんだけども、動いてみる、子供に関わってみるとかっていうのを、まあ、4月1ヶ月を割ってみて、慣れてきたかなって思いきや、慣れてきた頃に大体ですね、え、これってどういうこと?え、なんで先生今ここでダメって言ったのかな?とか、え、私これいいって言っちゃったのになんで?なんていうふうに、疑問が深まってくる時期なんですよ。で、そうなると、なんか、What? みたいな感じになっちゃって、え、保護者に今聞かれたけど、これ、どう答えたらいいんだろう、私の一存で答えていいんだろうか、とか思っちゃうわけですよ。で、そうすると、なんか、かえってオロオロしちゃって、挙動不審になっちゃう。で、またなんかこう、例えば、一言足りなかったり、ちょっとこう、ハプニングが起こってしまったりすると、うわ、どうしよう、私ダメなのかも、なんていうふうに思っちゃうんですね。で、一回立ち止まると、すごい不安って強くなるもので、ああ、もうどうしていいか分かんないっていう状態で自信を失う。はい。それがちょうどこの、ゴールデンウィーク前後ぐらいなんでしょうかね。実は、新人さんが一番辞めやすい時期いつかっていうと、まあ、まず始まって3日ぐらいで来なくなる人がいるっていうのは第1弾。で、第2弾がゴールデンウィークなんです。もう怒涛のごとく走ってきました。で、1ヶ月終わるぐらいで、もうだんだん体の疲れがピークに達してきて、ゴールデンウィークでバターンってこうなんかこう死んだように過ごすわけですね。はい。で、ああ、これから休みが明けたらまた仕事が始まるのか。ああ、気が遠いとか思ってですね。なんかこう、ゴールデンウィーク明けてシフトが始まると、あれ?来ない?みたいな人が出てくるわけです。でこのぐらいの時期にネットの保育士の書き込みのスレッドとかを見ると保育園に行きたくありません仕事に行きたくありませんみたいな書き込みが出始めるのも4月の後半からこのぐらいの時期がめちゃ多いですね。はい。という時期なので先輩たちはそういう不安になる時期だってことを踏まえた上でちょっと関わってあげてほしい。はい。で一方で連携中堅さんの立場から見ると、まあ、だんだんこう4月の当初ってみんな大変なんですけれども、だんだん分かってくるんですよ。あ、こういう先生なんだ。こういう一個学年上がったけども、例えば新しく入ったけども、毎日の流れがこうなんだって、子供が分かってきたのを見越して、中堅の先生たちは、じゃあ慣れてきた頃だから、活動を、例えば散歩の距離を長くしてみようとか、なんか新しい歌を入れてみようとか、いろんなことをやってみようって言って、まずアクセル吹かせる時期なんですよ。よっしゃーゴールデンウィーク明けてちょっと子供が、まあ、赤ちゃん帰りするんですけどねゴールデンウィーク明けっていうのは家族と一緒に過ごすのでそれが終わった後ぐらいからよっしゃーって本気出していくぞみたいな時期なわけですよ。でそういうことを考えてるあたりで新人さんがえ今更その質問え先生1ヶ月働いたよねえなんでえなんか言ったらわかるっていうかそれは私も言ったでしょっていうような感じでこうイラッとくる人がまたこうねヒーッとかなるわけですよ。そんなわけで育成の側に立ってる中継さんは割とヒーッてなりやすい時期ですね。はい。で一方でその中堅さんであっても直接指導をしていない
直接後輩育成してない人からすると、ははは、またやってるよ、みたいな感じですね。はい、とはいえ、大変だね、頑張ってって、ポーンって話を聞くぐらいにして、なんかちょっとこう、うん、まあ若いって大変ね、みたいな、そんなノリでいたりします。はい。で、一方で、中堅さんも実は板挟みで、中堅の先生とベテランと組んでる場合にも、葛藤が起こるんですよ。で、これは何かというと、実は先輩にも確固たる価値観があって、で、この価値観と自分の持ってる保育観がぶつかってしまうとき、例えば、先輩はすごい時間を大事にするとしますよね。まあ、11時過ぎになったら片付けをして、そして12時になったら必ずもうご飯をある程度食べ始めているような状態にしたい。で、そのためにも、こう前もってどん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 こう前振りをしていって、あ、ちょっとだけ待っててもらってもいいですか？なんか今宅配が来たっぽいんですよね。